岡島のヒーロー旅ということになります。まずはプロ初勝利、池田が呼ばれました。そしてもう一人、背番号4、岡島拓郎。そして打のヒーロー、まあ、今日は打のヒーローいっぱいいますけども、それを代表してと言ってもいいかもしれません。そうです ね、岡島選手、池田選手、岡島選手のヒーローインタビューです。スタンド、そしてテレビ、ラジオの前のイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事プロ初勝利、池田貴秀選手。そして1回にスリーランホームランの活躍、岡島拓郎選手です。まず池田選手、プロ初勝利です。今どんな思いですか？ありがとうございます。嬉しいです。はい、ちなみにウィニングボールはもらったんですか？もらいました。今持ってます。はい、ボールどうされますか？両親に送りたいと思います。はい、またこの本拠地楽天生命パークのお立ち台の景色いかがですか？緊張します。この大歓声ですよ。はい、ありがとうございます。今日がプロ3度目のマウンドでしたが、どういったことを意識してマウンドに上がったんでしょうか？本当に自分のボールを投げて一人一人抑えることを意識して、試合に入っていきました。1回の味方の援護、心強かったんじゃないですか？あんまり、関係なくて、正直、もう本当に一人一人抑える、そのことを考えて投げました。具体的にどんなところが良かったんですか？何ですか？今日のピッチング、どんなところが良かったんでしょうか？いや、そうですね、まあ正直、あんまりこういい部分がちょっと思い浮かばないんで、まあ、これしっかり続けて、チームが勝ちに、導けるように、しっかり頑張っていきたいと思います。また今シーズンが2年目のシーズンとなりますけれども、今シーズンはどんな1年に池田選手したいというふうに考えていますか？やっぱり大きな目標は持たずに、一人一人また一勝一勝チームが勝つように、頑張ります。よろしくお願いします。見事プロ初勝利、池田貴秀選手でした。そして新選手会長、そして1回にスリーランホームランの活躍、岡島拓郎選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今シーズンの第1号ホームランは逆方向への一打、風にもうまく乗ってくれましたね。いや、実力です。打った感触はどうだったんですか？そうですね、正直、風があったんで風に助けられました。ただその岡島選手の一打もあって、1回に一挙8得点、終わってみれば先発全員安打の活躍ということになりました。ここからどんどん乗っていきたいですね。そうですね、本当に今苦しい状態でしたけど、今日のこの勝ちを糧にして、全員で根性を込めて戦っていきたいと思います。またこの東北プライドユニフォームを着ての一勝、非常に縁起のいいユニフォームになりそうですね。そうですね、このユニフォームを着て全勝できるように頑張ります。また岡島選手、今シーズンは新選手会長として臨むシーズンです。どんなシーズンにしたいですか？選手会長とかは関係なくて、常に全力で、毎日元気出して、試合勝つために頑張りたいと思います。今シーズンもまだ始まったばかりです。明後日以降に向けて一言いただけますか？明後日からも全力で頑張ります。皆さん、温かい声援よろしくお願いします。今日のヒーローは池田選手、そして岡島選手でした。それではここでヒーローのお二人には楽天スーパーポイント10万ポイントが贈られます。それでは
勝利の儀式です。今日はもう初めての番を池田選手お願いします。今日は本当にありがとうございました。それでは勝利の儀式いきます。いきます。3、2、1、バーン。ありがとうございました。さてヒーローインタビューご覧いただきました、2年目プロ初勝利池田隆秀、そして新選手会長、今シーズンの第1号スリーランホームランを放ちました中島武尊選手、お二人の声を聞いていただきました。初々しかったですね、池田選手のヒーローインタビュー。そうですね、初めて上がりますからね、そこでベラベラしてみるってことはなかなかやっぱできませんよね。これからですよね、さてそして2人には楽天スーパーポイント10万ポイント、今年もね、今年で上がった選手にはスーパーポイント10万ポイントがプレゼントされました。牧田さん、去年この話をお聞きしましたっけ、牧田さん10万ポイントをどうするかと、プロテイン買います。結構すごい量買えますね。結構いけますよ、はい、1年もっといけますね。実際僕もあの楽天市場であのプロテイン取り寄せてるんですけど、はい、ポイントがあれば嬉しいですよね。そうやってね、自分の体のためにその10万ポイントを使ってほしいです ね、はい、違うことに使わないようにしてほしいですね。、はい、直接お会いできると思いますんで、またその時にそうですね、しっかり自分のためになるものを買えと言っておきましょうか。牧田さんは、プロテイン買いたい。、なおこの放送はこの後10